小池さん、こんばんは。YouTube でも、他にされてたお仕事でも、数字を見て軌道修正していくことと、流行などを先読みして内容を決めること、小池さん、どっちの割合が多いですか？分析して流行を読むのも、何かコツがあったら教えてほしいです。ああ、で、テクニカル派か、ファンダメンタルズ派かみたいなところで。ファンダメンタルズって言うんですね。はい。びっくりした。投資用語かもしれないけど、それは。へえ、はい、はいはい。なんか、テクニカルっていうのは、そのチャートを見て、その数字や傾向をもとにして分析することだと思うんですけど、ファンダメンタルズ的な、その、なんだろうな、未来予測みたいなところって、感性が必要な時あるじゃないですか。だから、あんまり自分は信じてないんですよね、ここね。うん、例えば分かりやすく言ったらね、うん、そうだな、じゃあ、未知なるウイルスが発見されましたってなったら、はい、製薬会社の株が上がるとか、マスクが品切れになるから先に買っとこうっていうのは、一番分かりやすいファンダメンタルズの予測の仕方じゃないですか。はい、今ニュースで流れた瞬間に、これがこの後どう影響を与えるんだろうと考える。はい、そしたら、製薬会社の株を買った方がいいんじゃないのとか、うん、例えばその、ウーバーイーツみたいと、出前館みたいに、デリバリーでやるサービスの株価が上がるっていうのも、わかるよねと、うん。今自分は、このパンデミックのご時世になったから学んだことって、何もその、新しい仕事の形式だけじゃなくて、今後何か、その需要があるかっていうことを考える力が手に入ってるんだと思うんだよね、みんなはね。それを、YouTube でも自分の仕事でも置き換えていくことって、意外と身近なことじゃないですか。うん、だってよくよく考えれば分かることでしょ。例えば近くに飲食店があったら、お腹が空いたら行くっていうのも簡単な未来予測じゃないですか。お腹空いてないと行ってないわけですよ、うん。どんだけ近くても多分行ってない。って、うん、考えると、じゃあ1年後は何が流行ってんだろうとか、ここから何が起こるんだろうってことを、なんとなくぼんやり考える癖をつけとけば、なるほど、それが何個かに1回当たったりする。はい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 。それがちゃんと10割を占める成功につながることが多いから、世の中。うん、そう考えていくと多分いいんじゃないですか。なるほど。うん、僕もワンピースって、ただ打算的に考えると、世界で4億9000万部売れてるギネスを持ってる作品だから YouTube で絶対そういう成功できるっていう確信があった。はい。で、それはあくまでもテクニカルっていうかその状況の分析じゃないですか。じゃあそこで終わるんじゃなくて何が本当に需要があるのかっていうことが予測につながるんだけど、ワンピースって昔は伏線がそんなにすごい物語として有名だったわけじゃない。うん、ストロングワールドまではとにかく物語のスピード感とか感動系とかスカット系でワンピースってこう来てた。僕もそういうイメージでした。そう。新世界に入ってからでこんなに過去のことが繋がってくるっていうのは。だから10年前になかったワンピースのトレンドが今そのトレンド。で今、YouTube 界のワンピース系と言われる人たちはみんな考察を上げているのは、それが一番見られるからじゃないですか。うん、じゃあ、その10年前は考察する要素が少なかったから、答え合わせがする時間が少ないから需要がない、あったんだけど、見えてなかった。なるほど。それで、こう、路線を切り替えていった結果、小江ちゃんは、そのワンピース系で今登録者トップにいるわけじゃないですか。うん、それ、いち早くやっぱできたから、うん、で、それを今、後発的にやってもちょっと出遅れた感多分出ちゃうよね。うん、だそういうことを考えていくと、今なんでこれが流行るんだろうって自分が分析してる結果と、未来この数字がどう反映してくるんだろうってことを考えると、意外となんか応用できることが多いんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。なるほど。はい。これちょっと僕は得意なことを考えちゃってるけど、多分もっとね、はいはい、難しいことを考えてるかもしれないですけど、まあ、僕はこんな感覚ですね。なるほど。割合的にはどうですか？僕は状況分析派ですかね、やっぱ。分析派。そう、数字を見てやっぱり、数字がもう答えなんです、全ての、うん。はい。何を置いてしても。なるほど。その数字の意味合い、うん、じゃあ例えばさ、本屋さんを経営したとするじゃん、はい、お客さん10人って言ったら、はい、どういうふうに想像します？お客さん10人どういうことですか？例えば、うんうん、人によっては来客してくれたら10人って数える人もいれば、はいはい、本を買ってくれた人が10人はそう。だから本屋さんに10人人が来ましたは両方正解なんだよ。なるほど。でも売り上げは全然違うんだよ。うん、全員が立ち読みで帰ってったら、売り上げゼロなんだよ、はい。そう、うん。でも数字は10なんだよ。はいはい。じゃあ10っていう数字だけが見えてる。なるほど。その内訳をどう自分で分析できるのか、じゃないですか。はいはいはい。そう。ここが多分すごい大事かなっていう。なるほど、はい。なるほど。はい。ということです、ね。そんな感じだと思います。はい。はい。ありがとうございます。